優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちはいかがですか。まあ、オールスターという場は自分の力だけでは絶対に走れる舞台ではないので、皆さんの投票があってここに走ることができて、まず自分のやりたいいいレースをしてお客さんに恩返しをするということと、完全優勝することができてすごく嬉しく思います。いいレースはできましたか。今日は今日はもう自分のガッツを見せれたと思います。まあ、そのレースも振り返っていただきたいんですけど、どのようなプランを考えていますか。初定位置で日野選手が後ろにいることが分かっていたし、あとは自分の気持ち的に1周半から1周の間のどこかで絶対仕掛けるって思ってたので、しっかりと自分の行きたいタイミングで行けたので良かったです。まあ、1周を超えるもがきですけど、いかがでしたか。まあ、私がハロンをかけるときはトータル 500m 以上もがいているので、そこを思い出して、まあ、1周かけても絶対に大丈夫っていう強い気持ちがありました。ゴールまでっていうのはいかがでしたか。道なりは長かったんですけど、まあ、その分声援が後押ししてくださったので、もうなんか自分だけじゃない力で走れたなって思います。そのゴール後の声援はいかがでしたか。私が駆け出す時から駆けてる時からゴールまでずっと名前呼んでくださったりとか、おめでとうとか、すごく嬉しかったです。ウィニングランも喜びが表現されてますが、いかがでしたか。すっごい方が、すごい大勢の方が最後までおめでとうとか、なんか直接声を届けてくれてすごく幸せでした。今久々の国内のレースでしたけど、いかがでしたか。3日間思ったより暑さも全然大丈夫ですし、まあ、一番自分にとってプラスになったのはやっぱり日本食が食べれたことですかね。すごく美味しかったです。まあ、一走走り終えたんですけど、まあ、話せる範囲で構わないんですけど、今後の予定が分かっていれば教えていただきたいんですけど、今後は9月の2周目に全日本があって、でそのすぐ後に前橋ナイターがあるので、そこの2つ走る予定です。坂道に行っている中走られましたけども、今日のレースはこの3日間の中では一番状態は良かったでしょうか。まあ、状態は日に日には良くなってるのかなと思いたいんですけど、まあ、肌荒れとかちょっとそういうものがすごく出てきてるんで、ちょっとなんかもう限界は来てるんだなとは思ってたんですけど、でもそこはもう自分の限界を突破するっていうことをすごく心がけていたので、もう今日は何が何でも一周かけてやろうっていう強い気持ちがあって、もうゴールまではもうがむしゃらでした。日本食を食べれたのがプラスになったとは言ってましたけども、この後何かご自身に食べたいものご褒美というのはありますでしょうか。ラーメン食べ行きます。ラーメン、何ラーメンとか。ヤローラーメン。わかりました。では、ファンの方に最後一言メッセージをお願いします。はい、3日間たくさんの声援ありがとうございました。この舞台に立てたのは皆さんのおかげです。今年またグランプリ走れるかはちょっとまだわかんないんで、グランプリに向けてしっかりと切符を取れるように頑張りたいと思います。これからも応援お願いします。